はい、というわけで、はい。デイツ。デイツ。今度はボートロード。よし、お前たちは計画通り港に向かってくれ。トラックから、コカインを降ろすんだ。ヘクターをそこに呼ぶために倉庫の奴のボートへ合図を送らなくちゃならん。奴が到着したら、ヘロインじゃねえや、コカインをボートに乗せろ。あとはボートの運び屋に任せておけ。やっていきますか。はい。なんとね、いきなりね、覚醒剤が、覚醒剤、コカインがね、敵に取られそうになってるという状態から始まるんです。マジか。というわけで、ね、敵を全滅させて、このコカインを運んでしまいましょう。安全圏内に。オッケー。あ、こっちから行けない。ちょっと待って。コカインは渡さん。え、もう、取れてる。あ、ちょっと合図送ってくるわ。いや、まずカバン頼んだ。え、カバン、あ、カバンあっちに運ぶの。まずカバンをあっちに運んでからじゃないと。お、さすがに。お、ほ、はい、オッケー。コカイン美味しい。ふう、コカインの原料は小麦です。そうなの？小麦粉です。あっちまで。さあ、どんどん。バケツリレー方式だ。バケツリレーなのにね、リレーをする相手がいないという。はい、敵がギリギリ来るところまで飲んじゃう。じゃあそろそろ呼んじゃおうか。OK。 ボートが到着するまで生き延びろ。生き延びろってなんか結構簡単な話だ。当たんねえ。グレネードだよ。待って、ラグイ。あれ、コカイン1個、あっちか。敵に撃たれてる。さあ、弾を回収しての、え、出て、引っかかった。あ、出て。チラチラチラ。さあ、あっちにテーザーがいるけど何も怖くない。おい、 CPU 俺についてくるならあれだ、カバン運んでくれよ。カバンあっちに運ぶ。おっ、あ、なんか引っかかった。上がってかね。お前よくそんなしっかり上げれるね。どうした、下手くそ。え、カバン投げの達人にはなれないわ。どうも、カバン投げの達人です。よいしょっと。さあ、今回もね、カバン投げの達人のひーくんとお送りしております。ベイデイ。あ、敵たくさん来た。まぶしい。クローカーが切れたぞ。あ、クローカー、イエー、当たるのか。それでもゲットファッカー。おい、クソ、起きろ。あれ、え、起きたぜ。イエーイ。待って、ゲットファッカー何回やっても起きねえ。ありがとう、ホストン。僕もゲットファッカーしたつもりなんですがね。どうやらゲットファッカーじゃ起きてくれないようです。ほい。ねえ、ボートが来るっつうけど、こんな上まで上げちゃうの。あ、ブルドーザーだ。ブルちゃんはね、僕スナイパーライフル持ってるんで。オッケー。当たればの話ですが、大丈夫です。スナイパーの超いい倍率スコープであれば当たるんじゃないか。それがね、実績1個も解除してないんでね。
あいつなんかちょうど四角いるんだ。何あいつめっちゃ頭いいな。すごい。ステフロスキー。あ、コイン弾薬とか置いちゃっていいよ。オッケー。一応中で。え、遅い。武藤さんなんか後ろ行ってる。おじけついたか。やっぱやめよう。僕まだ死なない。あっちからも来るのだ。あ、黒か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 。フライヤーヘッドショット。ウェイ、ナイス。あ、もう来た？オッケー、詰めよう。こっちか。いや、とりあえず4個、4個取ったら、あれなんで、あの、なんだっけな。あれなるんで。もういいですよって。船行っちゃうんで。船行っちゃう。船行っちゃうの？そう。じゃあ、とりあえず4個だけ。じゃあ僕も1個を放り投げます。よし、じゃあ僕下で船に。あ、じゃあちょっと4個よろしく。ちょっとこっち盗まれたように応援してるわ。いや、ちょっと待って、1個足りねえって。え、嘘、ちょっと待って。あ、いや足りるわ足りるわ。足りるでしょ。よし、レーザーだ。オッケー。あ、やばい。待って、リロードイング。チョッパーが数分。テザーがまたいる。やべえ、リロード。そう、テザーの頭を打ち抜けなかったで。おお、 HE ラウンド付きのサプレッサーの矛盾ショットガンを食らえ。撃ってもね、爆発するんでね。なんでこんなものにサプレッサーが付いてるのか。あ、キョイーン。あの盾をぶっ飛ばす。スキルつけたせいか結構安定性が上昇してるな、ショットガンの。僕はスナイパーライフルで。プロのイモスナと言われた俺に。ホストン。You sucker, fucker! さあ脱出しろ。あっちか。で、ね、もう一つ確かここで待ってるとアイテムをね、まあ運ぶヘリが来るはずなんで。あ、じゃあ脱出しないで待ってると。だからもう一なんちゃらぐらいは待ちましょう。もう一アサルトぐらいは。やっぱね、お金大切だからね。あ、どうぞだ。スナイパー出番だぞ。バイザー割れねえ。あーくそ、仕留めなかった。バイザー割れたけど。おお、ライフルの力を見せてやる。倒せない。間違えてグレード投げちゃった。あ、テザー。すごい、これね、ボルト式なのにね、なんとね、勝手に勝手に廃墟してくれました。あ、グレードが品切れ。テザー効果すげえ。ショットガンだ。弾はまだまだある。だからショットガンを使っていく。あ、テーザーめ、セーフ。盾持ちだ。よし、盾持ちもう一匹違った。来ないですね。もしかしてあれなのかな。あ、来た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 。あっちだ。オッケー、あっちにぶん投げるぞ。あれも4個いったら終わりのやつか。おい、ちょっと、あー、すんげえずれたとこに投げちゃった。あー、テイザーテイザー。じゃあ次はボイ君頼んだ。了解。俺はここで待ってるぞ。
ボートどこだ。待って、ボートの目の前敵。はい。はいよ。待って、敵にすげえ撃たれてる。やばい。あ、クローカークローカー危ねえ。セーフ。ブル来た。待って、ブルが建物内に入っていってるぞ。やばい、ブル来た。よし、倒した。え、荷物を持ってくれ。あと何個。え、まだいける、とりあえず。まだいける、オッケーオッケーオッケー。で、目の前に敵。NPC がいい感じに役割分担してくれてるよ。あ、もう無理って言ってるな。あ、行っちゃった。よし、逃げよう。撤収、撤収。撤収、オッケー。じゃあ、コカイン1個ずつ持つか。オッケー。ここに置いとくわ。取りづら。あ、あ、やべ、やべ。起きろ。待って、NPC が助けてる。このクソクロッカメ。はい、撤収、撤収。あー。はい、オッケー。イエーイ。とまあね、こちらがまあ、ウォッチドックス。ウォッチドックス。デイ2、ボートロード。ボーゲームとはな、なんか、全然、全然接点がないな。そう。まあ、ウォッチドックスってね、まあ、番犬っていうイメージですね。まあね、レイツかけてやったわけだけどね。まあ難易度もあって、前回の破壊しまくり、モールクラッシュとは、クラッシャーよりも、金額が少ないと。そう。まあ、これがね、こう難易度の違いの差ですよ。はい、というわけで、まあ、はい、レイツに分けて、ウォッチドックスやってみました。はい、じゃあ、はい、ドンパッチ、今回ここまでで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。